はい、どうも、皆さん、こんにちは、むいけんです。それではね、今回ね、10連だけ、ちょっとガチャやってみようかなと、やるつもりなかったんですけどね、なんか提供割合を見るとね、まあ悪くないかなと思ってね、10連だけやっていきましょう。最近ね、スーパーライトあんまね、やってはいるんですけど、ほんとレベル上げと、あとはね、民房ね、1日何週かして、眠る前とかに、10週もしないかな、5週ぐらいやってる感じで、まずはね、近況の報告からしたいと思います。この3匹について今回話そうかなと。まあ、2分ぐらい喋りましょうか。その後ちょっとガチャ回しますんで、動画の下の欄にね、ガチャ開始の時間書いとくんで、ガチャだけ興味ある方そっから見てください。まずね、新生転生が、2週間ぐらい前から始まったね、1週間前かな。ソードイドと新竜。これなんですけどね、皆さんもう新生転生、しましたでしょうか？どうでしたかね？評判ではね、そんなに、良くないんじゃないかっていうね、あんまパッとしないよねっていう評価が多いとこなんですけど、皆さんね、がどう感じるかね、まあそれぞれなんですけど、今回ね、ちょっと私の感じたこと、ちなみに、星3と、両方星3かな、星3で、ソードイドに関しては444。なのでね、結構ね、大事に使っていきたいと思ってたんですけど、なんとね、特技にね、プラスがつかなかったですね。いや、これがね、かなり悲しいね。まあでも、星3でね、やるかちょっと悩んだんすけど、これね、はやぶさ切りはプラス2なんですけど、こっち。絶六刀流。まあこれね、実際ね、黒竜っていうか、黒鉄、黒鉄じゃない。黒金か。黒金でちょっと使ったんですけど、まあちょっとあんまりね、パッとしなかったんで、まあね、どうしようかなと。まあクエスト用にね、しようかなとは思うんですけど、まあ今後ね、多分運営さん的にもね、使いどころ用意してくれると思うんでね。はい、じゃあまあその辺でね、すごい注目してますね。まあ今後に期待と、まあ作って早速今後に期待なんですけどね。あと新竜に関してもね、先ほど、星3、これはね、44とかじゃなくて普通にね、まだ4匹しか出てないんで、星3なんですけど、これまたね、プラスがつかなくてね。いやー、これもね、やっぱつかないとね、対人用なんでね、いやー悲しいですね。ついてね、勢い、乗せたかったんですけど、荒れ狂う稲妻、特大ダメージ。まあ、これもね、まあ、あと一匹出ればね、闘技場で使っていこうかなと思うんですけど、その際に、本を突っ込むかどうかはね、また大会とかあって、あとその間にね、星をなれば、つけようかなっていう感じですね。はい、で、最後に説明するのがね、こいつね、マジョラミというかね、こいつ。なんとね、マインドバリア覚えたんですけど、まあ、あんまりパッとしてないね。パンプキン台風。これ早速ね、今、ウェイト100で使ってるんですけど。いやー、全然強くないっていうかね、まあ、微妙だね。プラスもついてないしね。プラスつくかどうかは多分攻撃力がちょっと変わってくると思うんですけどね。期待してたんですけどね。ちなみにね、1週間ぐらい前に動画作成したんですけど、アップせずにね、なんかあんまり面白い感じになんなかったんで、アップしなかったんですけど。まあ、マジョラミなんですけど、魔女のクシャラミ。こいつね、40周回って全部、ミッションというか、討伐回数クリアになったと思うんですけど、何周だったかな？あ、40周回って、3匹ドロップだったはずなんですよ。3匹ドロップで、3匹普通にゲットと。で、合計6匹でしたね。結構ドロップしないっていうのでね、まあみんな言われてるんですけど、一応僕はね、3匹ドロップしたような感じですね。期待しながらね、パンプキン台風上がるかなと思ったんですけど、上がらずにね、残念でしたね。はい、じゃあ、最後ね、ガチャやっていきましょうか。まあ、最近ね、あと、最近で、昨日か一昨日始まったんだよね、新生転生セレクション。これ前半見た時ね、やるやついんのかよっていうようなガチャだよね。あ、まあまあ、言っていいのかな。まあ、やる価値あんのかなと思ったんですけど、まあ、とりあえず後半はね、このヘルバウムがね、結構いいのと、まあ、パーセンテージ上がってるんで、あと、こいつのね、ガイアも欲しいんでね。ドラゴンガイア。まあ、ヘルバウムが200回回せば1回は当たるっていうような、0.5% かなんかだったかな。はい。その辺なんでね、楽しみでしたね。はい、じゃあ、当てに行きましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあね、期待してね、行きたいと思います。はい、じゃあ、10連だけ。はい、お願いします。さあ、1、1個だけか。うわ、マジで、これは痛いね。これは痛い。新生転生のモンスターが、まあ、うわ、これは痛いね。また8連やっちゃおっか。いや、これはしょぼいね。
一応 S が 6% なんでね、一つもかすらなかったってとこですね。はい、じゃあ2回目いきましょう。はい、ポチリと。はい、金が3つぐらい出ないかな。皆さん引くのやめましょうね。今回当たんないね。S2% 2倍なんでね、そこで期待してやったんですけどね、ゴミのゴミでしたね。はい、というわけで、皆さんね、考えた方がいいかもしれないですね。全然当たんねえな。はい、というわけで、今回ね、こんな同じ3000円だったらね、交換チケット、交換確定のやつ。ああいう時にやっぱ交換するのがお得っちゃお得ですもんね。まあ、こっち系は課金者向けって感じするよね。はい。というわけで、まあ、そっか、前回課金した時ってあれだ。2、3週間前の神様が出た時だ。あの時に1万ぐらい突っ込んだかな。はい。じゃあ、今回ね、5000円分ぐらいいったんですけど。いや、当たんないね。はい。っていう感じの、まあ、現実を見せたような動画になりましたね。はい。じゃあ、この辺で終わりましょうか。またね、ちょっと期待できます。あと、装備とかね、新しい民房とか始まればね、ちょっと盛り上がるんですけどね、最近ね、あんままあ、聞かないよね。まあ、今後ね、スーパーライトの、ライナマーとか多分、来月頭だったかな、確か、あるって、太鼓フレンドさん言ってたんで、それに期待して待ちたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。あ、ちなみになんですけど、その、ガチャ、今ね、引きすごい弱かったんですけど、3日ぐらい前かな、ツイッターね、なんとね、ゾーマが出ました。あ、びっくりしたんですけどね。1日パスの方はね、絶好調でしたね。前1日パスもね、今までね、いいのはね、結構 S スタートもあるんですけどね。何が出たっけ？ね、魔王だとね、ゾーマとインヘーラーと、あれか、バランス出たっけな？バランスじゃないか。あとインヘーラーと、なんか、魔王だと今回のゾーマかな。びっくりしましたね。ほんとね、パーセンテージ低いと思ってたパスでね、出るとは思わなかったんでね。はい、ご視聴ありがとうございます。最後まで見ていただいてね、ありがとうございます。はい、じゃあまたスーパーライドの動画ね、また新着があればね、必ずアップしたいなと思います。はい、失礼します。またね。